この見事な料理の数々。作っていたのはなんと高校生だったんです。非常にバランスが取れてるなということで、とても美味しいな。うるみさん行こう。全国の高校生たちがご当地食材を使用した料理で競い合うご当地絶品うまいもん甲子園。優勝校は熱戦を制し栄冠を手にした高校は果たして。今年で11回目を迎えるご当地絶品うまいもん甲子園。予選を勝ち抜き全国から選ばれた8校が優勝を目指して決勝を戦います。優勝です。簡単に作れるし美味しいっていうのがもう自信でしかないし、あとプレゼンもどの学校よりもいいと思ってるので。サタデーステーションは去年も決勝に進みながら優勝を逃してしまったという3人に密着。去年は本当に悔しくて、でこの次の大会も出るか最初は迷ってたんですけど、3人で話し合ってやっぱリベンジしたいよねっていう話になったので、でそこから火がついて。3人にとって今年が高校生最後の挑戦。果たして有終の美を飾ることはできたのでしょうか。学校の皆さん、調理を開始してください。ダメって。食べ物触らない。まさに縛っていくぞ。えいえいおー。決勝戦は調理時間30分。審査員8名による料理の評価と高校生のプレゼンで優勝が決まります。ゆばとチャーシューマイ、よろしくお願いします。花咲徳春高等学校の皆さん、勝利を開始してください。助けでお願いします。花咲徳春高校が作るのは中に埼玉県秩父地方のしゃくしな漬けというのを混ぜ込んだ混ぜご飯、それを豚ひき肉で包み、ポイントなのが米粉のパン粉、これをつけて揚げた商品になっています。お米で作ったコロッケだからその名もコメッケ。味に飽きが来ないよう3種類のオリジナルソースをお好みでつけていただきます。終わりました。調理が終わり、次は審査員へのプレゼンタイム。こんにちは、花咲徳春高校です。具、粉、パン粉、すべてに米を使用しました。原点こそ頂点、あえてシンプルさにこだわった心もお腹も満たされる米っきを、せーの、ご堪能ください。コメッケを食べた審査員の感想は、なんか昨年、優勝を逃したということだとお聞きしましたが、優勝できるんじゃないかなって思うぐらいの、ね、内容的だったと思いますので、期待して待っていただければなというふうに思います。さらに MC を担当した本邪魔界石塚さんも、2022年滑り込みで発表します、はい、揚げ物オブザイヤー。内容でした。ありがとうございました。評価は上々。優勝の期待も高まります。リシちゃんからマユもいただけたんで結構自信です。そして第11回ご当地絶品うまいもん甲子園決勝大会、優勝校は北海道帯広南商業高等学校です。ありがとうございます。
わやうめえエゾニギニギを作った北海道の帯広南商業高校でした。高校生最後のうまいもん甲子園は惜しくも準優勝という結果に。それでも、いや、一番最初に出てきた言葉が悔しいだったんですけど、準優勝っていう形でも大きい賞だと思うので、誇りに思ってまた学校に帰りたいなっていうふうに思います。本当に最初は悔しかったんですけど、やっぱり3人でできてよかったなっていうのが一番思いました。支えてくださった先生方が、だからこそ自分たちが今この賞をもらっていると思うので、本当に自分は感謝を伝えたいなっていう気持ちです。全国の高校生たちが青春をかけて挑んだ食の甲子園。頑張れ未来の料理人たち。土曜の夜はサタデーステーション、ニュースを丁寧にお伝えします。